はい、それでは今日の後半は常用付き序断の話に進みたいと思います。テキストは 2.4 節です。まず整数の常用付き序断について定理を復習しておきます。これは整数のことを知っていれば非常に当たり前ではあると思うんですけれども、まず A と B が整数で、それから B が正の時ですね。でこれで A を B で割るという計算を行いますと、その Q と R が存在すると。 Q と R が存在して、A は BQ プラス R で、しかも R の絶対値は B より小さい形にで表すことができるということは、よく知っていると思います。一応これをこの Q と R を求めることを、この授業では A の B による序断といいまして、記号は A÷B というふうに表すことにします。で一応今後時々使うですね、その序断に関する定義、記号をですね、定義、確認しておきます。A と B と Q と R を先ほどの定理の通りにしておきまし置いたときに、A は非乗数と呼ばれる数ですね。それから B が乗数。それから Q が小。で、小はこれ今後そのクオの AB、クオシエントの頭文字を取ってクオの AB と書くことにします。それから R は乗与ですけれども、これは A モド B というふうに今後は書くことにします。これは別に数学全般で書くわけじゃなくて、あくまでもこの授業でこう書くというだけですので注意してください。それからとこの授業でもしばしばこの小と常用を同時に求める計算っていうのがありますので、それをアルゴリズムなどではこのような形で表しておきます。A÷B の結果を括弧で Q,R という組でに代入するということで、Q が小で R が乗与であるような割り算をこのように表しますので今後注意しておいてください。それではこれを含まれてですね 2.4.1 項では多項式の常用付き序断を扱います。今はですねこの AX と BX はともに整数係数多項式としまして、で加えて BX はモニックであるとします。モニックというのは以前定義しましたけれども、主係数すなわち次数最大の係数が1であるという条件ですね。ですのでそのような多項式としておきます。それからあと A と B の次数に関しては A の次数は K、 B の次数は M として、 K が M 以上という条件下で多項式の常用付き序断を行うことにします。で多項式の序断はですね、多分皆さんも一連数多項式の序断ですので筆算でやってきたことがあると思うんですけれども、その筆算でやってきた計算を、アルゴリズムの形で今回書き下しています。入力としましては AX が、このような形の K 字の多項式、それから BX は M 字の多項式なんですけれども、先ほどの過程で BX はモニックとしておりますので、BX の M 字の係数は1であることに、1となっていることに注意してください。で出力としては、この AX を BX で割った、小を QX、として出力します。この Q の次数は K-M 字ですね。それから、乗与の方は RX として出力します。R の次数は M-1 字です。一応このような A イコール QB プラス R というのを条件を満たす、整数を満たすこの Q と R を出力するということにしておきます。で、これはアルゴリズムで書いたのが次のようなものです。まず最初に、I が K から0まで、この AI を RI に、代入しておきます。これはどういうことをやっているかというと、その乗与の RX ですね、乗与の RX の ところにですね、この AI、AX の係数をコピーしているわけですね。
ですので、R を最初に AX と置いて、でそれから除算をしていくということになっております。で、2行目がですね、まあ、繰り返しになっておりますけれども、まあ、i が k-m から0まで減少させながらこう繰り返すわけですが、まず r の i プラス m ですね、これ r で rx の i プラス m 次の係数を qi に代入すると。そして、r を i プラスの i プラス m 次の係数を0にと置いています。で、今度 j がですね、n マイナス1から0に減少していく中で、この r の i プラス j 次、これ r の i プラス j 次の係数ですね、これをから qi かける bj を引いております。で、まあ、これ、こういうのを i が k マイナス m から0にこう下がっていくまで繰り返して、で最終的に、小の qx ですね、それから乗与の rx を返すということをやっておりますが、今回はちょっとあえて、多項式の除算の筆算との対応関係は、スライドにはしてこなかったんですけれども、ちょっとこれ、皆さんで、この後考えてみてください。まあ、多項式の割り算の筆算の筆算の手順でですね、それが筆算の手順のどこにこの各ステップが対応しているかっていうのを少しこう自分で見ていくことでこのアルゴリズムの動きが分かってくるのではないかというふうに思います。もし質問がありましたらまあ、この授業の後でもですね質問に応じますので、聞いてください。はい、それからあとテキストには多倍長整数の乗与付き除算に関する説明が 2.4.2 項にありますけれども今回はちょっと時間の都合で省略したいと思いますので必要な人は各自で勉強してください。はい、じゃあ今回の授業のまとめです。今回はまず一変数多項式の乗算ですね、のアルゴリズムと計算量の見積もりを行いました。でそれからあと多倍長整数と単精度整数の乗算のアルゴリズム、それから計算の見積もりを行った上で、多倍長整数同士の乗算のアルゴリズムと計算量の見積もりを行いました。で後半の方では整数の乗与付き除算について説明しまして、あと多項式の乗与付き除算のアルゴリズムについて説明を行いました。次回、第7回ですけれども、次回からテキストの第4章に進みたいと思います。第4章はユークリッドの誤助法を扱っておりまして、まあ、次回からはそのユークリッド誤助法を中心としたいろいろなアルゴリズムについて説明していきたいと思います。それでは以上で今日の講義は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。